やっぱりね、絶対綺麗になると思ったんだよね、新谷さん。ね、水飲む？大丈夫です。りした。風？熱はないんだけど、喉が少し。結構効くよ。私風邪ひくといつもこれ。ありがとう。道塚さんも具合悪いの？ううん、私は寝に来ただけ。次物理だし。これ全部あげる。美味しいでしょ。ありがとう。の時間です。今日は来週の映画鑑賞会で上映予定のひまわりについてお話しします。この作品は1970やっぱり新谷さんの声がいいね。主演はソフィア・ローレン。戦争にいたまま帰らない夫を探すために南ロシア拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原、一色町をお過ぎなされて青物町を上りへおいでなされれば、欄干橋、虎屋と大右衛門、ただいまは停発いたして遠斎と名乗りまする。岩町より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は。私たちの苦しさは、私たちの苦しさ、寂しさは何でもなく追憶できるようになるのかもしれないのだけれど、けれどもその大人になるまでの泣きそうになっちゃったんだけど。
寝てたら風邪ひいちゃうよ。あ、ねえ今日さ部活さっきの話聞いてた？聞いてないよね。部活もう終わった？もう終わったの。それでなんだっけな、かずみがそうすんごい怒っちゃって。悩んでんの？キャスティング。え、たい焼き全然食べてないじゃん。まあいいんじゃない、最後なんだし。マラミの元になったら。愛はさ、誰がいいと思う？このキャラだったらマユとか思ったけど、どうだろう。でもマラミもいいんじゃない？あと案外三塚さんか。え、三塚さん、うん、ダメか。やっぱりかずみが怒ると思う？もう私結構さ雰囲気だけだったらいけると思ったんだよね。ない。あ、うん、あ、自分はどう？愛は？私とかずみこのキャラないでしょ。なんで？じゃあ行くよ。うん。空には星がキラキラ、何度見直してもキラキラでね、こうなるから。いや、意外といい感じ。かわいいよ。ほんとだよ、ほんとに。嘘でしょ。ほんとに目見てって。大丈夫、もらっちゃおう。やる気ないならやめてくれる？他の部員にも迷惑だし。どうせ適当な気持ちでうちに来たんでしょ。そんな喧嘩越しになる。あんたもなんかないの？部長は頼りになんないんだから。その部長さんが出てこなくてもいいって言ったんだけど。まなみが？どういうこと？よくわかんないけど、まあだから文句あるならあの人に言ってよ。もう行っていい？時間の無駄だし。何してんの？シュロ？シュロボ？カズミ顔怖すぎ。花見どういうこと？水塚さんに部活来なくていいって言ったの？あれはその分かった、もういいよ。部活やめるよ私。ごめんね、なんか迷惑かけて。やめるって言うんだからほっとけば。三塚さん、部活出てくれない？芸術祭一緒にやろうよ。私ちゃんと教えるから。うん、いいよ。よかったね。当たり前でしょ。ごめんね、こんなのしかなくて。明日私の持ってくるから。いいよ、なんでも。ここで着替えていいんでしょ？うん。あ、私
外で着替えるね。なんで女同士じゃん。いやでも一応。アナウンス原稿初級編1番をやりますって。でもずっと順番にやっていくの？まず一応誰かに聞いてもらって、でそれでいいってなったら2番をやって。カレーを食べると 2% と 4% 血流が増えることもあって脳の上下線を担当する部分の働きが活発になるとの実証もあるそうです。ニューヨークヤンキースのイチロー選手も毎朝カレーライスを食べているのは有名な話ですよね。まさにカレーは受験を控えた3年生にとっては欠かせない食べ物と言えるかもしれません。私も今日のお昼は早速購買にカレーパンを買いに行こうと思っています。大体の流れはこんな感じかな。基本は下級生と二人特務になってやるんだけど。何？うん？なんでもない。あー、なんかカレー食べたくなってきちゃった。ココイチの5から全然頭良くなんないんだけどね。なんかイメージ違う。ん？何？道塚さんってもっととっつきにくい人かと思ってた。ら、意外とバカだった？そうじゃなくて、ねえ、パン買いに行こう。私カレーパン食べる。うん。あ、待って、次の CD セットしていくから。新谷さんは受験するの？うん、一応そのつもり。三塚さんは受験？いやー、私はしないかな。ダブったし学校も辞めちゃおうかなと思ってたんだけど、親がうるさくてさ。新谷さんはやっぱり放送系の学部とかなの？お姉ちゃんがそうだから私は辞めるかな。へー、お姉ちゃんいるんだ。うん、お姉ちゃんが放送部だったから私も放送部に入ったんだけど、いちいち比べられるし後悔してる。じゃあ喧嘩とかもすんの？すっごいするよ。お姉ちゃんケチでね、すっごいすぐに怒るの。私がちょっとお菓子食べただけですぐに怒るし。あのバカ男と別れたの？この子は違うから。
んかごめんね、変なところ見せて。全然。綺麗だよね、双葉って。1年の時同じクラスだったけど、すっごいモテてたし。いい人だよね、新谷さんって。気使ってくれたんでしょ、私に。部活来なくてもいいよって。あれは忙しそうだったから。そう見せてるだけだよ。ねえ、ちょっと顔いじってもいい？顔？大丈夫だよ、いきなり襲ったりしないから。ちょっと来て。見える？やっぱりね、絶対綺麗になると思ったんだよね、新谷さん。ねえ、さんもいたんだ。冗談だから安心して。まなみ。はい、パン。そこ置いといて。頑張ってますよ。3年生だもんね。はい、頑張ってね。ありがとうございます。はい、アイスほっ。よし、じゃあソーダ先にいただいちゃうね。いただきます。うまっ、やば。はいはい。あ、てか聞いて、この前さ、お母さんとスーパーに買い物行ったんだけど、なんかさ、私は化粧さ、え、似合わないよ、あんま。先輩すみません。はい、あの、何？三塚先輩見たんですけど、昨日学校の帰りに見たんですけど、男の人と歩いてました。間違いなく水塚さんだったの？多分ね。
絶対そうやったと思います。鉛気をつけて。はい。アナビ、何？昨日結局三塚さんとは連絡取れたの？うん、なんか体調悪くなってたんだって。あ、愛に伝えたって言ってたけど。あ、なんか聞いたかも。ごめんね。夜メールも来て、今日は学校も休んだかもって。へえ、あの人昨日男と遊んでたらしいけど。え、この子たちが見たんだって。本当なの？はい、あのあやめ公園で、なんかこれ見てはりました、大きいの。江口さん、すみません。これ以上かばう必要ないんじゃない？芸術祭まであと1週間なのに。なめてるよね。どうせバスケ部もそんなことで揉めたんでしょ。帰ろ。さよなら。ソーダ味とか、私レモン味にしようかな。さっぱりしたんだよね。じゃあコンビニ？コンビニもいい。駅前のアイス屋さんとか一緒に行く？まなみ帰ろ。どうしたの？ごめん、私今日歯医者だった。ごめんね。先行くね。ちょっとまなみ。